ちょいとばかし高尾さん飲んだくれです。今日はね2022年の12月12日月曜日なんですよね。いやね、ここのとここの高尾さんシーズンってことはね、人がわらわらっていうのもありましてね、まあ、月曜日今日時間取れたんでね来てみたんですよ。で言ってももうね12月も半ばなんでね、もみじのシーズンとか外れてんで、まあ、でもそこそこ人いますね。まあ、こうやってね歩きながらやってるのも今着いたのがねもう14時前で時間がないあんまりないんですよね。ここの土産物屋さん、復活しましたね。いや高尾山ならね、まあとにかく日没まで山頂つきゃってわけで、でまあゆっくりってわけなんですよ。まあともかく行きましょう。いつの間にかこんなカフェがねえ、いや以前普通の家だと思うんですけどね。ここにも値段が、まあこんなもんだろうね。あーこれもまたいい感じですよ。こちらでは上がるとね体使わないんでね、もう体使って腹をすかさないとね。なんでねこっち左行くと稲荷山コース、右行くと6号路、やはりここはね6号路ですよ。ケーブルカーの方ほとんど人乗ってないですね。まあ時間が時間ですからね。いや本当こう14時前かな今、まあ、とにかく6号路の入り口って言ったら時間見ますけどね、まあ、こんな時間から上がるっていうのはね遅すぎますからね、他の山ならね。ここが最後の民家で、そしてお地蔵さんの群れ、ここを過ぎるとあとはねずっとまっすぐ行って病院の手前で左に6号路なんですけどね、右行くと病院裏コースって本当にね本格的な登山道なんですよ。いやそれもいいんですけどね、やっぱりね6号路のね潤いがね今日は欲しいっていうか、やっぱりこの道大好きですからね。まあこちらのね病院裏コース、まあそれはまた別の機会に行きましょう。じゃあこの6号路入ります。入る前に時間見ときましょう。14時4分ってことは頂上着くのは15時過ぎかな。まあいいでしょう、とにかく頂上着いちゃえばこっちのもんです。高尾さんの場合はなぜかね6号路途中まではねこう文明の明かりがついてるんですよね。この先にね琵琶滝っていうねお参りするところがあるんですよね。まあ、そういう施設があるとやっぱりね、山とは関係ない、特に山やるんじゃなくてお参りしたいんだって人が来るんでね、まあ、そういう人のためにこう電灯がつけてあるってありますからね。こういうせせらぎの脇を行くってのがいいんですよ。これくらいだとまたね、渋くていい感じですね。6月あたりのね水気たっぷりでねゴーゴーと流れるのもね迫力があってかっこいいんですけどね、こういうね渋くて可愛らしい感じもまたいいもんですよ。高尾山ってそうだね、なんか仏教系の山ですよね。普通なんか山って言ったら神社系な感じがするんですよ。そうここはね薬王院っていう、そうお寺がねまあ仕切ってるっていうかその島みたいなもんですからね。まあ、山とね仏教とかそうキリスト教もそうだよな、なんかね、縁があるんですよね。なんかこうやってね自然の中を登っていくっていうのがなんか修行みたいな感じなんでしょう。慣れてしまえばね6号路と琵琶滝の分岐あっという間ですね。そうこれはねこの道のね左側のことを言ってるんですよ。滝の方はあんな感じか、ちゃんとでも流れてますね。いや本当高尾山って潤いがたっぷりですよ。まあ流れはねこれ小さいって言ってもまあこの時期水温の方がね結構ね冷たいんで、それはそれで修行になるでしょうね。防護柵これをね過ぎるとこからまあ本番ですよ。やっとね山らしくなってきましたよ。いいねいいね、もう最初はこれでねなんだこれあって感じでしたけどね、まあもうあちこち行ってるとこれぐらい山って言ったらこんなもんだよなってとこですね。
いや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 、これはこれでね、この渋い感じでまだまだいいね。こういう紅葉もね、シーズン外してね、こう人のいない季節、そして平日、やっぱりね、人が多きゃ多いでね、なんかあった時助かりますけどね、やはりね、こういうところはね、この自然の中をね、ゆったりと行きたいですね。この今日の最高気温、ふもとで12度、10度ぐらい、まあ、山の中だからもう2、3は低いでしょう、まあ、10度は切ってんでしょうな。でもね、歩いてるともう暑くなってきますね、まあ、上り坂ですからね。でもこれ長袖ダメですね。ちょっと次のベンチもこれ上着取りましょう。なんて言ったら、おあつらい向きにベンチありました。ちょっと濡れてんね。端っこはなんか使えそうだな。あっちは湿ってましたけどね、こっちはなんか使えそうですね。でもここね、以前一回崩れてんですよね。直したから大丈夫だと思うんですけど、まあいいでしょう、そんなすぐには崩れないでしょう。よいしょ、まだ全然だね、本当に。それでもなんか、3分の1くらいは来たか。で、14時22分、まあ、いや、2、3分休んでから行くか。さて、行きましょう。本当山ってのはね、服装難しいですよ。ふもとでね、寒いな寒いなと思ってね、厚手で着込んでてもね、山に入ってね、10分ぐらいもう歩いてると暑くてたまんなくなりますからね。だから下は T シャツ、上はダウンジャケットみたいなね、そんな感じがちょうどいいですよ。まあ極端に言えばね、下に厚く着込んじゃうとね、途中で脱ぐの大変ですからね。琵琶滝を越えた直後はね、道が少々ワイルドになりましたけど、また優しい感じになりましたね。6号路も結構ね、道の表情が変化しますからね。でもまあ、おおむね大体こんな感じなんですよ。あといいのはね、6号路って上り返しが一つもなくてね、大体こんな感じ、均等な勾配でね、ゆるゆると登っていくんでね、まあ最後の方はちょっときつくなりますんでね。やっぱり町よりもね、山の方が気分良くなりますね。まあ私の場合はね。いや、ここのとこ本当ね、まあいつものことなんですがね、頭の中にこのスモッグというか、なんていうかね、檻というかヘドロというか吐き気というか、そういうのがね詰まって、なんかめまいっぽくなっちゃってね。で結局ね、そのだるくて外出しないみたいになっちゃうんですよね。でも思いっきりこう切ってみる、思い切ってこう切ってみるとね、いや最初はちょっとやっぱりね、そういう頭の中に詰まったそのヘドロみたいなやつでちょっとなーってね、めまいっぽくてなんかいやーんって感じなんですけどね、こう歩いてるとだんだんとそれがね、なんか浄化されるっていうか、なんか気化しちゃうっていうか、抜けていきますね。やっぱり街っていうのは休日でもね、ある程度ギスギスガリガリしてますからね、山に比べたらね。たとえこういうとこがあってもね、作り物の公園だったりしますけどね、ここ本物ですから、やっぱり本物だとまた味が違いますからね、この雰囲気がね。シーズン過ぎてかつ平日、高尾山静かですよ。せせらぎの音しかしないですからね。山はこれがねいいんですよ、本当ね。まずね、ドキュンな人とかね、もうそういう排ガスのバンバンの車とかないですからね、本当ね、癒されますね。ただこういうとこ来るにはなんか、体力的とか健康的でないとできないってありますね。ダメな人は高尾山ですらきついって言いますからね。特にこんなね、6号路行くなんてとんでもないって話ですよ。でも慣れてしまえば、そこ慣れるまでここに来るかって、そこですね。結局好きでないとね、こういうのできないですよ。ここはね、もうすぐそこせせらぎにね降りられますからね、まあ、よく私もねここでね自撮りするんですけどね。あ、もう半分弱は来てるな。まあ今日はちょっと時間がないんでね、見るだけは見ておこうか。あ、でもちょっとな、落ち葉が多すぎてな、緑の多い時の方が絵になるな、ここはな。まあでもね、普通にこうね、コスプレ写真撮っても私はいいと思いますね。自己責任ですけどね、ほんと。さ
さあ今日はこのまま先を行こう。まああのコミケの撮影所に限らず本当ああいうイベントって金払って不便買ってるようでなんかなって感じがするんですよね。やっぱり参加者が参加者でね、こうね、まあこう言っちゃなんですけどね、ああいうとこ行くとテンパっていうか興奮してね、無茶なこととかね、軌道外れちゃうから、だからやってね、あれはするな、これはするなって、そういうことになっちゃうんでしょうね。まあ本当にこういうところでね、渓流撮影、まあ、やってもいいんでしょうけどね、まあ、そういう、もう山ですからね、ちょっとばかりね、こうやってふざけてね、ウェイウェイになってやったら死にますからね、ガチでね。こんな高尾山でもね、死者出るんですよ、年に一人ぐらいはね。そういう場所ですからね、まあ、やるんだったら本当に自己責任でね、もう注意しながら、でもそうするとね、とてもいい環境で撮れるっていう、まあどこで着替えるかとか、まあそういうのもあるでしょうけどね、まあ、そこは本当自分でなんとかしてください、自己責任です。よいしょ。これは観光のなんかかな、まあ、スズリ石ってやつだな。特にこういうのもなきゃね、スルーしちゃうところですよ。脇がね、これだからね、後ろ下がれないんですよ。茶色い落ち葉で覆われてるこの渓流っていうのも、まあこれもなかなか渋いもんですね。これはこれでいい感じですよ。いや、6号路っていうのは本当ね、春夏春冬いいもんですね。下りだとどんな雰囲気か、まあ、下りは下りで悪くないね。6号路って本当登る人1に対して下る人2か3って感じなんですよね。まあケーブルカーでね、山腹まで行ってそこから舗装道路テクテクって上がってね、で下りこの雰囲気を楽しむっていうのが楽っちゃ楽ですからね。とりあえず6号路これ上がってればね、結構山登りの練習になりますね。そこに山頂行けばね、もういろいろと、まあ、売店とかありますしね、まあ、売店やってなくても自販機あるし、最低限水は飲めますからね。でもうクタクタになりながらもね、まあね、日暮れまでなんとかつけばね、あとは1号路たとえケーブルカーを当てても懐中電灯を照らしながらゆっくり歩きゃいいだけの話でね、まずはね本当高尾山で練習ですよねって言っても、まあそれは高尾山にすぐ来られる人限定ですよね。京王線とか中央線の、ね、沿線に住んでいらしょって来れるんですけどね、そうでないと結構来るの、これはこれ大変ですからね。あ、これは大山橋だ。だいぶなんか落ち着いてきたって感じですね。2019年の大雨でぶっ壊された時はね、うわどうなるんだよこれって感じでしたけどね、それ修理してからね、もうだいぶこう苔とかついてね、時代がついてきてだいぶ馴染んできましたね。 いい感じになってきましたよ。だから一時期ねこっちをねチャーってね川そうこう流れたんですけどね、いや今枯れてますね。こっちのちゃんとメインルート流れてますね。距離的にはまあ半分超えてますけれどね、こっからがきついんですよね。14時43分さっきのベンチから20分かってことはね、こっからまあ遅くとも15時半には着くかな。さてまた行こう。